皆さんこんにちは。今日も CGNTV 我が魂の賛美をご覧くださりありがとうございます。レインボーミュージックジャパンの佐々木静香です。今日も、素敵なゲストをお迎えしております。関根、和夫先生です。よろしくお願いいたします。先週に引き続きお世話になります。こちらこそよろしくお願いいたします。今日も素敵な賛美を、聞かせてくださること楽しみにしております。ありがとうございます。まず最初に1曲目、いてくれてありがとうをお聴きください。ありがとうございます。先生ありがとうございました。なんかウクレレが本当に癒されますね。はい、あのウクレレ、まあ、ウクレレはあの結構こう軽快な音を出してるんですけれど、はいはい、でもなんて言うんでしょうね、こう不思議な不思議な音色ですね。なんかね、それに加えてこの曲っていうかこの歌詞が本当に何とも言えず、なんか心に染みるような。いえいえ、はい、あのこの曲は実はあの背景があって、もう17年ぐらい前から私はあの認知症の患者さんを介護している家族の方々のカウンセリングをしているんですけれど、でまあ臨床美術という名前 の、はい、あの認知症の患者さんのためのリハビリプログラムをお医者さんと芸術家と一緒に始めて、はい、今結構大きな働きになっているんですが、あのその時にね、はい、認知症の患者さんが家族に対して持ってる感情というのがこういうのかなと思ってこの曲を最初書いたんですね。でもいろいろ聞いたりしていると、いや必ずしも認知症の患者さんが家族にだけではなくて、一緒にいる家族の方々もまた認知症の患者さんに対してそんな思いを持ってるなと思ったり、またもっとこう考えていくと、実は神様が私たちに対して言ってくださる最大の言葉の一つかもしれないなとも思ったんですね。いてくれてありがとうとかね、いてくれてありがとう、こんな私と一緒にっていう、本当は人間がもちろん人間同士が言う言葉なんですけれども、でもなんか神様が私たちに対してもこう
言ってくださってる言葉のようにね、うん、感じることがあって、はい、私はとても大事な言葉だと思ってるんですよね、言ってくれてありがとうっていう言葉が ね、はい、一番のなんか慰めの言葉ですね、そんな気がするんですよね、はい、はい、ありがとうございます、はい、素敵な本当になんか忘れられない言葉です ね、そうだったらいいんですけどね、はいはい、いつもなんか他の人にも伝えていきたい言葉だなと思いました。そうですね、はい、では次の曲を紹介していただけますか。次の曲はブドウの木っていう曲なんですけれど、これは元気の良い、うん、まあ、本当にこう教会などで一緒に歌える子どもたちがとても好きな曲の一つですね、うん、ブドウの木、はい、ブドウの木につながる枝はというふうになってるんですけど、うんうんうん、元気の良い曲です、はい、それではお聴きください。ブドウの木、その枝です。イエス様、あなたはブドウの木、私たちはその枝です。ブドウの木つながる枝は畑一面いれば枝に命が届けられ、つながっていれば、つながっていれば必ず実りをもたらします。私はその枝です。イエス様、あなたはブドウの木、私たちはその枝です。ありがとうございます。ありがとうございました。次の曲は God Bless You ですけれども、そうですね、はい、誰もがクリスチャンですと教会でよく歌われているので、はい、そうみたいね、はい、私もコンサートなんかで歌わせていただきまして、あ、はい、その先生がいらっしゃるとすごく嬉しいんですが、ありがとうございます。どのような背景で
もうずいぶん前のことなんですけど、はい、これも、はい、教会でキャンプがあって、うん、そのキャンプの時にちょうど台風が、うん、一緒にやってきてくれてですね、はい、まあ本当に若者が多かったもんですから、はい、これじゃもう遊べないなというようなこともあってちょっと問題だったんですが、うんうん、たまたまそのキャンプの時に私のキャビンに、金子さんという、まあ、彫刻家の私より一つ上の方と、うんはい、それからその方の お父様がいらっしゃって、うん、もう80歳を超えてたんですが、はい、でうちの教会の若者たちが近くになんか温泉がありそうですよっていうので、うん、ほとんどの人が温泉に行ったんですね、はい、で私に先生どうするって言うから、うん、私ちょっと説教の準備があるからここに残りますって言って残っていて、はい、で金子さんのお父様も残ったんです、うんはい、でそこでまあ個人的に最近どうお調子はというようなことでお話を伺って、とっても温厚な人でね、うん、本当に穏やかな人なんですけれど、はいうん、たまたまその時に、うん、まあいくつかの悩みがありますというような話を聞かせてくださって大変だなと思ったんですけれども、まあ話が終わったらちょっとねこう疲れてちょっと昼寝しますっていうので昼寝をするというのベッドに行って、私毛布をかけてあげて、じゃあお祈りしますねって言ってそこで彼のためにお祈りしたんですよね。でお祈りが終わった時にはもう金子さんのお父様は昼寝をしてたんですけど、ふと考えて、あ、人のために祈るということが歌になってるのは意外と少ないなと思ったので、そのお祈りを思い出しながらその詩を書いて、でその日のうちに岩渕誠さんのところに送ったんです。その日のうちにもうメールで、それでそれから1ヶ月ぐらいしてからできましたよってデモテープが送られてきたんですが、デモテープが送られてきたその日に私のところに電話があって、その金子さんのお父さんが亡くなったという連絡だったんです。ですごくショックでね、ですぐに葬儀の準備で出かけて行って息子さんに、いやこれお父さんのために書いた曲なんだけど残念だね亡くなっちゃってって言いながらずっと葬儀の間中それをかけていて、ですから God Bless You が公に演奏されたのは金子満さんというそのお父様の葬儀の時に岩渕君に来てもらって歌ったんですね。ですから金子さんたちのご家族にとっては、うん、この歌は法事の歌というふうに言われてるんですけど、 でも本当に祝福があるようにという願いを込めて、書いた曲なので、その歌を歌うと私は彼のことを思い出すんですけれども、でもそれぞれにねいろんなところでいろんな形で歌っていただけると嬉しいなと思っていて、ただそこにはやっぱり本当にこう真剣に祝福を祈る姿勢っていうのが欲しいなといつも思うんですけどね、それがこの歌の背景なんです。なんかそれを聞いてなんか深みが増しました。何よりです本当に、なんかこう歌ってるとジーンとくるんですけど、その背景が分かってますます、そうなんですよね、感動しました、今結構英語に訳されたり中国語に訳されたり、韓国語に訳されたりして、いろんなところで歌われているのは嬉しいことだなと思っています。ぜひ聞きたいですね、他の言葉でも、ありがとうございます。それではお聞きください。 God bless you。
注がれますように。あなたがどこにいるとしても、何をするとしても、いつでも神様が共におられますように、私は祈ります。God be with you.ありがとうございました。先生の今後のビジョンについてお聞きしたいんですが。ビジョンですか。はい、私はずいぶん前から15年ぐらい前から岩渕誠さんと、はい、日本語でのあるいは日本人による普段着賛美という、はい、まあ、フレーズでいろんな曲を書いていて、今ちょうど200曲に近くなってるんですけれど、1000曲作ろうって言ってはいるんですが、200曲すごいですね。はい、もうすぐ200曲なんですけどね、はい、少しずつ少しずつですけれども、曲を書き続けることができたらいいなと思っています。目標が1000曲そう、一応岩渕さんとの約束は1000曲なんですが、あと70年かかると言われているんですけどね、長生きしてください。はい、ありがとうございますありがとうございます。それでは先生にとって、皆さんにこの番組でお聞きしているんですけれども、先生にとって賛美とは何ですか？賛美って神様に対する感謝の表明であり、また同時に神、そのある人に対する祈り、ある人に対する祈りもまた賛美なんだろうなと思うんですね。で、神様に向かって、神様あなたに感謝しますというような、イエス様あなたに感謝しますというようなフレーズがもっともっと増えたらいいなと思ってるんですけどね。はい、ありがとうございます。関根和夫先生をお迎えしての番組、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。私も本当に初めて先生にお会いして、本当に先生の魅力に、感動しました。先生から溢れてくるこの賛美が、神様の栄光を本当に表しているなと、思いました。それでは皆様、引き続き CGNTV 来週もご覧ください。ありがとうございました。Soon.
スキリストが僕に新しい心をくださったこと、主イエスは僕の宝、主イエスは僕の命、僕に代わって十字架についた主イエスは